はい、というわけで JR 倉敷駅前にやってきました。で今日はねちょっとね気になるお店に行ってみようかなと思うんですけども、この路地ですね、ちょっとめちゃめちゃねちょっと怪しい雰囲気となんか吸い込まれるような、ね、雰囲気があるんですけども、焼肉ホルモン餃子のオンリー牛っていうのがあります。ちょっとね今日こちらの方にお伺いしようかなと思います。倉敷市アーチにあります、この商店街ですね、商店街の中に、存在します。はい、この辺ね本当に飲み屋街とか飲食店、まあ、普通にご飯食べるとこが多いんですけど、今日ちょっとこちらの方に、行ってみようかなと思います。焼肉ってよりかはホルモン餃子とか、まあ、飲み系をちょっと今日は攻めていこうかなと。ちょっと行きましょう。たくさんのラベルが貼ってあります。こちらが目印ね。じゃあちょっと入っていきましょう。先生1名で、あ、はい、ありがとうございます。名物のホルモン餃子で、まあ、いろいろねいろいろあります。あ、ちょっと面白いですね、このテール焼きと本日のホルモン盛り合わせ、いきましょうか。で飲み物、普通に飲み放題あるんですけど、ちょっとアルコール類、オール290円、安いですね。ホルモン餃子一つとで、テール焼きで、本日のホルモン盛り合わせ、はい、ありがとうございます。
髪がこんな感じですね。ちょっと弾力がありますね。弾力があります。はい、というわけでね、ごちそうさまでした。結構ね、ホルモン推しなのかなというような感じもしつつ、まあ、いろんなね、あのネタがあるということで、まあ、お酒もね、飲み放題もあったりとか、あの基本的にはもう酒飲みながら焼肉を食べるというようなお店でございました。で、本当にあのこの辺はね、あの飲み屋さんが多いので、まあ一発目から行くのもいいのかなっていうような雰囲気でございました。皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。またよかったらチャンネル登録よろしく。はい、今年の抱負は
今年の抱負は。今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。